やる気だな。よし、思い出せ。レベルアップだ。よく耐え抜いた。新しいオーダーの発令を許可する。無駄にするなよ。新しいオーダーの発令を許可しよう。嬉しいか、犬ども。毎度どうもです。神様はお客様じゃなくてお金様ですよね。バッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってください。バッチリですね。壊したら殴りますよ。毎度ありがとうです。次はサービスしますよ。バッチリですね。壊したら殴りますよ。使ってくださいね。バッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。はい、できました。大事に使ってくださいね。バッチリですね。壊したら、はい、できました。大事に使ってくださいね。殴りますよ。よし、できた。これをクルトに。できた。これなら邪魔にはならないはず。ガリア軍の追撃部隊はおそらく2日以内にユエル市に来るだろう。あら、隊長は一人なの？今日は贈り物攻めにされてると思ったのに。精霊説のことか？そう、
今日はガリアに住む妖精や精霊たちが愛を交わす日。それにあやかって好きな人に贈り物をするとうまくいくという風習よ。これがいつ頃慣習化したか諸説あって興味深い研究テーマなんだけどね。俺は妖精や精霊の実在を信じていない。精霊説には興味がないんだ。あのね、私に言うのはいいけど興味ないとか他の子には言っちゃダメよ。なぜだ？ああなっちゃうから。そうですよね、クルトさんはそういう人ですもんね。贈り物というのは気持ちだからね。それはわかる。贈らなくてもいいからちゃんと受け取ってあげるのよ。ああ、そうする。結局誰も贈り物なんて持ってこなかったな。クルト、起きてる？リエラか、どうぞ。あのね、どうしようかって迷ってたんだけど来ちゃった。迷うって何が？精霊説の贈り物よ。クルトはそういうの好きじゃないかなって。だから精霊説とは関係なしで明日にしようと思ったの。だけどそれじゃやっぱり気持ちが伝わらないよね。だからあのこれなんだけど。これはすごいな、リエナが作ったのか？花冠を編むのは子供の頃によくやった遊びなの。役に立ったかな。カモミールにセージ、ミント、タイムにラベンダーもある。驚いたな。こうして見ると見慣れたハーブが美しい花だったと気づく。ねえ、これを頭に乗せてみて。わかった。うん、よく似合う。クルトってば、これはクルトへの贈り物なのよ。俺はこれを頭に乗せたリエラが見たかったんだ。素晴らしい贈り物はより素晴らしく使われるべきだろ。やだ、もう恥ずかしいよ。いい贈り物だ。ありがとう、リエラ。喜んでくれたのは嬉しいけど、いいのかな、これで。0時か。ってことは。まだ、眠ってないか。イムカか。こんな時間にどうした？これ、返すのを忘れていた。少し変わったが、問題は、ない？これは、俺の部屋からイムカに貸した毛布か？この模様は、確かダルクスの。イムカが入れたのか？縫い物は苦手ではない。ただその、自分には、センスがない。だから、その模様しか、できない。嫌だったら、捨てても構わない。見事なものじゃないか。ありがとう、大事にする。精霊説の贈り物として作ってくれたんだろう。違う、今日はもう精霊説の次の日だし、それは返却物だ、贈り物ではない。この部屋の時計は10分進んでるから、今はまだ精霊説だ。それにこの毛布はおろしたての新品に手を加えてやる。俺の部屋にあったものとは違うから返却物とは言えないな。お前にはかなわない。
頑張って儲けましょうね。えいえいおー。行動を開始します。行くぞ。止める。たあいもない。そうか。遅い。行動開始。稼ぎますよ。気持ちいいですね。そうか。止める。たあいもない。料理の前に一仕事だ。当たれ。うまくいったぜ。行動開始する。答えは必ずある。当てる。仕留めた。行動開始。
やられた。私の番ね。衛星兵、急いで。敵発見。発見したわ。そこね。行動開始。逃がしはしない。お前は運がない。行きますわよ。当たりなさい。やりましたわ。出番ですわ。防ぎますよ。そうか。この程度か。
行くぞ。捕らえた。そうか。仕留める。この程度か。平和な時代を築くために発見しました。まだ平気です。撃破しました。俺の出番だな。腹に溜めた力を使うぜ。期待が重いぜ。華麗に決めるぜ。悪いな。俺の出番だな。ガリアの紳士としてはね。そこか。行動開始。発見したく、やれる。敵発見。発見したわ。みんなごめん。了解だ。うん、絶好調。勝ちました。さーて、いくらになるかな？
ガリア軍からの情報によると、ネームレスがメルフェアを出たようだ。しぶといわね。彼らは、ガリア正規軍とはくぐってきた修羅場の数が違うさ。グスルグ、ネームレスへの攻撃はお前に任せる。了解です、ダハウ隊。私は、ファウゼン防衛戦への参加要請を受け、北部へ向かう。部隊を二手に分けるのですか？そうだ、グスルグのおかげでだいぶ動きやすくなった。私は先に出発する。リリア、あとは頼むぞ。ダハウはあんたを完全に信頼したようね。ありがたいことだ。でもあんたの上官はこのリディア様なの。残念だけどね、ダハウが与えると言った戦力の半分だけ連れて行きなさい。半分？数を減らしておけばあんたが裏切っても失う兵は半分で済むからね。バルキュリア抹殺の成功率は下がるぞ。あのね、私は別に独立なんて興味ないの。私はボルジア様からダハウの監視を任されたお目付役だから。君だけダルクス人じゃないのはそれでか？私はボルジア様に出世してもらってもっと上に行きたいのよ。富と権力を手に入れて優雅に暮らす、そのためのお仕事なの。だから私からすればスパイを信用して大失敗するよりはさっさと死んでもらってダハウに本気を出させる方がいいってわけ。なるほどな。リリアさん、俺グスルグと一緒に出撃します。はあ？何を言い出すの、ジグ。グスルグがスパイかどうかこの目で確かめたいんです。完全に何よ、グスルグに同情でもしたわけ？こいつが本当に信頼できる味方ならダハウ様の、いや俺たちにとって大きなプラスになる。捨てるには惜しいんですよ。どうしてもというなら止めないわ。ただし責任は取ってね。はい。ジグ、いいのか？あんたのためじゃない、すべてはダハウ様のためだ。将軍、特別遊撃部隊のダハウ隊員が作戦の愚心に来ております。ダハウ？どうせ。お初にお目通りいたします、将軍閣下。私は忙しい、5分で済ませろ。ありがとうございます。3分あれば十分です。うん。現在ガリア公国義勇軍が北部へ進軍しています。我が軍はこれを野戦で叩くべきだと進言させていただきたい。野戦？
ガリア公国義勇軍の勇士ウェルキン・ギュンター少尉は奇策を使うと聞きます。策で勝つ指揮官は野戦を苦手とするもの。兵力で勝る優位性に加え敵の策を封じる意味でも野戦が最適だと言えます。却下する。は、確かに野戦ならば確実に勝てるだろう。だが兵の損失が増える。ファウゼンは守りに適した土地だ。防衛戦で難なく勝てる。ファウゼンに接近するガリア軍には装甲列車エーゼルの射程を上回る兵器は存在しないからな。ファウゼンはガリアの土地、無策で攻めてくるとも思えないが。開戦から5ヶ月、我が軍は多くの兵を失った。兵力を温存できているのは我が北部方面軍のみ。ガリア軍ごときを相手に不名誉な戦いをしていると言わざるを得ない。これ以上兵の命を無駄にし帝国の威信に傷をつけては皇帝陛下に申し訳が立たん。犠牲を顧みずただ勝てばよいなどという戦い方は許されんのだ。将軍の下で戦う兵は幸せです。彼の判断もまた正しい。さてガリア軍はどんな戦いを見せてくれる。時間だ、下がれ。貴重なお時間ありがとうございました。失礼いたします。
準備は整ったな。それでは出撃する。防ぎますよ。逃がすな。当てれば恩恵が出るぞ。そこ。敵発見。まあ見てないよ。殺しも戦場であれば英雄さ。楽しんでる。これで何人目だい？なんていう手前だ。俺の出番かい。楽しんでる。これで何人目だい？殺しも戦場であれば英雄さ。私の番ね。被害甚大。何をやっている？敵発見。私が世界を導いてあげる。後ろを取られた。出番のようね。話にならないわ。向こうにもあんな奴がいたとは。行動開始。力が湧いてきた。そこね。了解しました。
私の番ね。そこね。やった、この調子で攻め上がるわよ。ここが俺の死に場。発見したわ。みんなごめん。ぼーっとするな。次、出撃してあげる。衛星兵、早く来なさい。助かるわ、これで勝てる。教育、もう終わり。敵は病院を逃がさないで。了解だ。ヤナがいないと分かんない。敵発見。任せろ。オラ、敵撃破。くそー、いいやつだったのに。開始します。そこ、衛星兵、お仕事ですよ。行動を開始します。気持ちいいですね。今がチャンスだ、続くぞ。行動開始です。わしの出番か。うわ、あの世で会おうぜ。手当てがいる、衛星兵。わしは戦場で。うわ、
酒が足りん。行動開始。助けなどいらない。緊急要請、衛星兵の出動。了解しました。平和な時代を築くために。お願いです、助けてください。敵です。料理の前に一仕事だ。見つけたぜ。よし、やるか。できた。これより行動に。もう一頑張りだな。俺の出番だな。参る。はっ、成敗。なかなかやるじゃないか。いざ。行動開始。助けなどいらない。外さない。お前は運がない。押されている。応援を頼む。了解しました。命知らずな野郎どもだ。いざ。己の道をただ行くのみ。ふん、成敗。この戦いが終わったら親孝行でもするか。いざ。気が満ちてきた。
私の番ね。私の番ね。稼ぎますよ。開始します。当たれ。やりました。羽のマンスに価値なしです。行くか。当てる。敵撃破。なんて奴らだ。行動開始。行くか。この調子で行く。後で請求しますから。敵撃破。助かった。ありがとう。行くか。そこだ。敵撃破。いい流れだ。問題ない。逃がしはしない。行動開始。逃がしはしない。ふん、手応えのない。よくやった。負けてられないな。料理の前に一仕事だ。お、なんかいい感じだぜ。伏せろって言ってるだろ。
問題ない。行動開始する。料理の前に一仕事だ。行動開始。反省点もあるが、納得できる戦いだった。皆さん、時は金なりですよ。さっさと終わらせましょう。俺の出番かい。気持ちいいね。殺しも戦場であれば英雄さ。ショータイムだ。おしまい。へえ、やるね。行くぞ。戦車か。
問題ない。外さない。問題ない。負ける気がしない。外さない。お前は運がない。よくやった。負けてられないな。まあ見てないよ。ショータイムだ。おしまい。敵は病院を逃がさないで。稼ぎますよ。敵の後ろに回り込め。行動開始。援護を頼む。やられた。まあ見てないよ。ショータイムだ。いざ。敵発見。その動き見切った。滅。いい流れだ。了解。衛星兵、早く。敵だ。当てる。撃破。クソ、やりやがったな。了解。調子は悪くない。敵だ。
逃がさない。よし、助かった、ありがとう。了解。逃がさない。撃破。なかなかやらせないか。行くか。慌てる必要はない。クルト、私も。敵撃破。なんていう手前だ。行くぞ。離れずに行くわよ。常識に通じていて何の得がある。俺の出番かい。楽しんでる。俺の出番だな。もう一頑張りだな。見つけたぜ。衛星兵、早く来てくれ。くらえ。うまくいったぜ。目標撃破確認。くそ、交代する。行くぞ。終わりだ。3階狙われてるぞ。おう、やるぜ。邪魔だ。よっしゃ。向こうに。くっ
くたばってたまるかよ。参る。気が満ちてきた。成敗。衛星兵殿、こちらへ。衛星兵殿、こちらへ。いざ。気が満ちてきた。はっ。成敗。この調子で攻め上がるわよ。俺の出番だな。そこか。敵の抵抗線を突破した。俺に解けない謎はない。悪いな。押されている。応援を頼む。ジュリオ、しっかりするんだ。了解。うん、やれる。逃がさない。撃破。応答しよう。どうしたんだ。行動を開始する。あんたら最高だ。行動開始。はっ。やられた。分かったよ。俺だってやるときはやる。街の手を警戒せよ。出撃します。行動開始する。確実にしろ。リエラ、今助ける。
敵発見。そこだ。敵撃破。味方だ。敵発見。いいレシピを思いついたぞ。そうか。行くぞ。逃がすな。当てれば王将が出るぞ。仕留める。そうか。仕留める。たあいもない。なんてやつらだ。ひるむな。敵のつらいはずだ。行動開始する。答えは必ずある。そこだ。敵撃破。くそー。いいやつだったのに。行動開始。逃がしはしない。問題ない。できないのか。外さない。問題ない。外さない。お前は運がない。やった、これで進める。俺の出番だな。弾薬を節約しておきなさい。当たれ。素材調達はコックの基本。俺の出番だな。当たれ。うまくいったぜ。今がチャンスだ。続くぞ。すまない、みんな。悔しいが、ここまでだ。Thank you.
俺の出番だな。当たれ。うまくいったぜ。いい流れだ。侵入された。応援を頼む。行動開始する。行くか。そこだ。敵撃破。敵は病院を逃がさないで。問題ない。嫌いじゃない。状態、強力に転換中。行動開始。嫌いじゃない。問題ない。逃がしはしない。問題ない。逃がしはしない。行動開始。外さない。お前は運がない。エース！エース！分かったよ。ふん。敵撃破。やった。これで進める。そうか。
助けてくれ。遅い。たあいもない。この調子で攻め上がるわよ。出撃します。ここはまずい。撤退だ。できなかった。報告。当たって。敵撃破。応答しよう。どうしたんだ。了解。気楽でいい。逃がさない。撃破。目標撃破確認。了解。カフェが恋しいわ。俺の出番かい。楽しんでる。これで何人目だい。なんていう出前だ。俺の出番かい。いいぞ、楽しくなってきた。ショータイムだ。これで何人目だい。押されている。応援を頼む。まあ見てないよ。楽しんでる。了解だ。了解だ。ゴタイムだ。これで何人目だい。くそ、やりやがったな。俺の出番だな。敵兵の注意を引きつけておいて。パワーが有り余ってるんだ。みんなの期待が重いぜ。守備隊は何をやっていた。
開始。衛星兵、急いで。そっちに弾は残ってないのか。うん、入れる。問題ない。行き走ったわ。なかなかやるじゃないか。行動開始。行動開始。出過ぎだぞ。問題ない。負ける気がしない。外さない。負ける気がしない。了解しました。調子いいです。行動開始だ。行動開始だ。行動開始。やだ、食べたくない。外さない。損傷大。負ける気がしない。問題ない。逃がしはしない。まずいぞ。行動開始。逃がしはしない。損傷大。負ける気がしない。行動開始。負ける気がしない。外さない。まずいぞ。嫌いじゃない。行動開始。逃げろ。お前は運がない。
報酬は弾んでもらいたいですね。アントホルト市にてクロー中佐の手配で補給ルートを確保したネームレスはガリア正規軍とカラミティ・レーベンの追撃を断つために船で海に出る。追われる身であることに変わりはないが、ここからは逃げるだけではない。ガリアのために何ができるか、彼らは考え、道を選んだ。戦闘能力を備えた独立部隊として、新たな戦いが始まる。